じゃあどうもまだいました。はい、まだまだいます。ひどいこと言うね。いやいや、そんなことないですよ。わざわざね、ま、わざわざ西日本から。そうですよ。まあなんか住所はこっちで、住んでるとかこっちで、ややこしい生活を送ってますが、まあ別に普通ったら普通じゃん。まあ普通ですよね。別にもう家もどこか分かんなくなったんでしょう。日本だもんね。まあ韓国って言わないだけ良かったですよ。日本だもんね。いや俺は釜山だよみたいな。違うでしょ。近いですからね。あっちもあるの？住所ある？ないないない。ありそうで怖いよ。冗談が冗談じゃないからね、吉子さんは。本当にもういい加減にしなさい。一応日本ですよ。はい、うん、あの吉岡さん、交流戦が始まってますよ。はい、始まってます ね。まあ交流戦のどういうところに注目してます？まあ俺カープ見てる。カープがピッチャーが今年はいいからね、はいはい、その交流戦って言ったら打てなくなるやん、大体がセントラルが。だからピッチャーに頑張ってほしいとこはあるよね、うん、そのピッチャーこう見てるよね。だからもう吉岡さんが言えないことははっきり言います。うんね、うん、笹岡監督、もうちょっとなんか情を捨てた方が俺な、ものすごく優しい監督だと思うんですよ。この間もあったよね、あの2対0からワンアウト満塁で生かしたやん。でやっぱそれみんな言うんよ。でカープファンはね、そう思ってる。やっぱし、やっぱ優しすぎる。あ、勝負に徹したらさ、やっぱあるやん、人事を尽くして天命を持つじゃないと、あとその要所要所で、はい、であの時にちょっとアップアップしたやん、あのピッチャーがね。まあ、完封して行ってましたからね。うん、で相手初完封だからね。で巨人やん。でそういうとこを捨ててかかんなかったよね。ダメな時はダメって言って。いや僕ね、うん、あそこで代打出さなかったのは、うん、まあいいとして、うん、あそこでゲッツー打った時点で僕次もピッチャー変えますよ。ああ、そういうことね。だって2点打点を上げてるやつに悪いっすもん。うん、で俺だったら絶対代打だな、あそこは。どうあっても、ね、吉岡さんは分かんない。吉岡さんねこうやからに見えて優しいからね。やからに見えてない。 なんでやからに見えて優しい。おかしいやその言葉が。いやでも吉岡さんも優しいから。いやでも勝負事はずっとさ俺久保さんに教わってるから、そのピッチャーがダメっていうのも分かってたから、みんな。だから俺たち内野手とも集まった時にいけるかいけないかって分かってたからね。あ、もうダメやなとか、そういうのは感じる方だから、多分変えてるだろうな。でダメでゲッツーでもいいやん、これこう自分がやることやったら。で9回に入っとけば花からピッチャー変わってるからなんとかなるやん。でそういう考え方持つね。あれから3連敗ですからね、巨人やろ、うん、巨人で勝負事はそんなやん。まあそんなもんですよね。一個こうボタンかけ回したらずっと違うボタンになるやん、あんな状態になるやん、ね、多分あれ勝ってたらあんなことはないよね。6連勝ぐらいしてます。してるよね。で先発陣がすごいいいから、セントラルで一番いいんじゃないかな。いや、まあ、いいですいいです。数字的に言ったらね。いや交流戦でじゃあ広島に注目をしてると。うん、いつも広島です。いつも広島です。広島好きなんですか？いや俺あそこで座ってるからね。お前その悪気な顔するね。ほんと悪気な顔するねお前。いやいや、まあまあ お世話になったことはありますよね。そうなってましたよね。じゃないとあそこいなかったら今俺いないもん。小葉さんがいて、まあね、本当に、うん、だって本当うまいわけじゃないし、うん、下手で入って。いや、うまかったです。いやいやそれで小葉さんがそうやっていたから、俺正直言って、うん、今の高橋良子ってあるんで、うん、で広島のチアだと俺座ってないもんね、うん、そういう面で感謝ですよ。なるほど。あ、で太陽は、小葉さん、太陽は、 DeNA はどう？大好きですよ。なんで濁るんや。いや別にじゃ何も、もう透明、無色透明という。いや本当に、いや何にも、もういつもつも、まあ、何にも持ってない。 DeNA どう今年？期待しましたよ。するよね。優勝、うん、DeNA、うん、のっけから両外国人がいない、うん、変えますかって、順位予想変えますかって、いや変えないって、うん、戻ってきたら快進撃が始まる、うん、戻ってこない。まあ未だに一人大型契約。去年もそうだったよね。そうね。で途中でコロナ、うん、誰もいなくなる、うん、戻ってきたら誰か怪我みたいな、うん、
見かけにせよ。で悪くなったらそうなるんだろう、なんかまあまあちょっと歯車がね合わなくなったら全部そうなるよね、はい、さあ吉子さん、はい、で交流戦の話戻しますけど、うん、交流戦でまあ最初のカードとか終わった時に盗塁がバンバンこう企画されてるわけですよ、交流戦やっぱ打てないから。あ、そうなる、俺も言ったけど、そうそうそう、だからパ・リーグなんか軒並みチーム打率が2割2分とか、うん、そんなところらへんですよね、うん、だから走らないと点にならないんですよ。そう、野球は変わるからね、はい、でもこうちょっと話したのよ、今までは投球しなくてもいい戦術で点が取れたんや。そうで言ったのよ、走る必要はないですよって、うん、でよく投球数を見るやん、でカープも少ないわよね、うん、でシーズンの時にあ別に走る必要ないよねって、うん、点が取れて勝ってるわけやから、ただ今度交流戦とかいろんな時になった時にピッチャーがガツッと来た時には少ないチャンスで取んなきゃいけないんで、今度そういう時には盗塁とか足を使って点を取る野球に変わんなきゃいけないっていう時が来るっていう話はしたのよ。かっこいい、なんか未来予想図みたいな。いや大体わかるやん、打たなくなったらワンチャンスしかないやん。いや、まあ、そうなんですけど、僕は一つのカード終わった時に気がついたんですよ、うん、あこの交流戦を制するのは足だと思って、うん、それを見てた。大体こう見ててみんなが盗塁が少ないんですって来るわけよ。それ夢じゃなくて。夢じゃない、考えてちゃんと。ちゃんと本当に。だからちゃんと言ったよな俺が盗塁数は別に気にしないでいいですよって。だから盗塁数多いからいいわけじゃない、少ないから悪いわけじゃない、時に本当に今は盗塁をする戦術を取んなくてもいいっていうのは俺分かってたから、で今度交流戦とかそれでさっき言ったけど絶対戦術が変わるんで、その時には盗塁が必要になってくるっていうのは思ってたよ。かっこいい。それ動画にしたんですか。動画であるよね。それどのぐらい回ったんですか。大して回ってないよね。なんで回らないんですか。そんないいこと言ってて目指して10万人でしょ。言うな。いやいやお願いしますそれだけいいこと言ってて回らないって言ったら発信が悪いんかな。いやもうこういろいろやりましょうよね、うん、本当に。いやそれで、うん、吉子さんが見てて盗塁の技術が高いやつ、うん、今現役選手で、うん、3人挙げるとしたら誰ですか。誰かがあんまり見てないからね。そこを深くいっとかないと。そうだろう、いっぱなしだもん。いっぱなしだもん、終わってますよ。じゃあ誰が走るんだっていう話になった時に名前がなかったらいかんでしょ。勉強します。それをみんなそうなんだ、戦術がそういう風になるんだみたいな、そしたら誰なんだって視聴者が見るじゃないですか。そんないじめんでなりますよみたいな、さようならみたいな終わりみたいな、いじめんでいいやない。いやダメダメダメ。誰だっけ今出てきてるやつさ教えて。だからパ・リーグだったら、まあ、西川であり、まあ、西川 ね、うん、あの松本剛っていうのも日本ハムで走ってるんですよ、うん、早いやつね、すごくいる、まあ、周東も上がってきたし、うん、ね、まあいろいろあるじゃないですか。あるね。で、まあ広島だったら、まあ誰だろう、菊池、まあ、野間、西川野間やね、うん、この2人よね。で、まあ堂林もうまいじゃないですか。そうだね、走るとしたら、うん、でまあ、中日だったら岡林だとか、うん、大島だとか、ね、いやそれを勉強せなあかんのやだからな。それハウトだから酒回っちゃってるから頭の中にいや本当にあ名前出てこない。いや一回ねそういうあれはしたんだよね、盗塁のやつはしたんだよ。ちょっと、ね、今下が回ってなかったね。もう噛みすぎだから。一回ねやったのよもう動揺が現れるタイプだから本当に本当素直ですよね。そうよね、だ、うん、本当正直者っていうかさ、うん、嘘つけないよね吉子さんって可愛いよね本当にもう顔が赤いもん、画面上で見たら分かるかも分かんないけど。いやそこダメなんだ。いじめなや。いやいじめてないですよ。はい、これからちゃんとします。自分の言ったことに対して調べて勉強して、そのこういう選手が見どころですっていうことを言ったらいいよね。まあ吉子さんこう後輩をねいろいろコラボっていうか、うん、ゲストに呼んで、うん、上から言ってるけどタジタジじゃないですか後輩に。そうやそらいや今でもそうやんな後輩にタジタジやん。いじめられてもう突っ込まれますよね。突っ込まれる俺は、うん、でも足こう見応え僕らとしたらあるじゃないですか。あるね。ね、うん、じゃあもう選手はいいわ。
キャッチャーとして警戒すべきキャッチャーとしたら誰ですか。キャッチャー、いやもう阻止率ですよ。阻止、もうこいつは走りにくいって、これは分かるでしょ。これは俺質問寄せてるからね、言っとくけど。まず一人は出てくるでしょ、簡単に。絵画だね。これ寄せすぎだから俺、ね、ちょっと俺キャッチャー気にしたことないからね。またそんな、いや俺本当に、まあ僕もそうですけど、ね、そうだろ。いやただ古田が出てきた時だけは気にしましたよ。あした、あいつは取ってからフットワークが違うもん。もう俺若菜さんとかいろんな人やってるけど、キャッチャーいい場合はもうしゃあないって勝負かけるもんね。どっか行ってくれってボールがまあまあね、ちょっとされてくれ、ちょっとされてくれと、うん、もうその勝負だもん。でもだから今、うん、リクエストあるじゃないですか。あるね。どのぐらいアウトになってますかね、セーフが。逆にセーフになってるやろ、俺の場合は。嫌われてた可能性あるね。僕は大体アウトになってますよ、多分セカンドホテルでちょっといろいろごまつってたから、うん、いいね、うん、いいな、それは。もう審判も人間だからね。いや、そりゃそうですよ、人のことですからね。そうだよね。あ、セーフっていう可能性あるね。俺の場合、うっとアウト大きい、ね、あの最近話題になってる白井っていうのはどうですか、うん。まあ、白井審判も結構やってきたからね。まっすぐだよね、お互い性格まっすぐだから。まっすぐ同士だから、ぶつかったら接点がなくなるけどね。喧嘩しようとあるんじゃないかな、言い合いして。なんかあると思う、うん。まあすぐカッとなるタイプ、うん。まあ俺でもそうだからね。まあね、まあホテルに来るぐらいだからね。いいからもう何の話や。もうちょっとあの勉強させておきますから、はい、お願いします、はい。